たじみふるさとウォーカー。本日のゲストは東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー、三輪智夫さんです。後半もよろしくお願いいたします。お願いします。さてさて、FM ピピのうちの事務局長が三輪さんに企業展でご挨拶に伺ったというお話を、聞かせていただいたんですけれども、先ほど企業展に三輪さんがいらっしゃる理由というのが、はい、ずっと前から、当時はよろず支援協定の頃は、はい、講演会をやらせていただいたりとか、あ、はいはいはい、あと新しい企画としてブースコンテストをやりたいってことを市役所さんが言い出した時に、そのコンテストだけやっても結果でしか過ぎないから、その見せ方なんかをちゃんと研修会やりましょうって組み立てて、講座をやってっていうのは当時ね、よろず新拠点の地方の頃で、そのプレゼンテーションの仕方、見せ方、展示会の対応の仕方っていう講座をやりました。でそれを踏まえて企業展のブースコンテストっていうのをやって、はい、それの審査員をやってたんですね。それが一番初めの企業展との関わりで、で企業展にはよろず支援協定としてもブースも貸してもらってたりしました、はい、その流れがずっとあって、改めて企業展のブースコンテストの審査員をもう一度復活してやって、1年抜けてたんですよね、はい、やってっていう依頼を受けて改めて再登場したんです、うん、それが企業展への改めての関わりでありまして、はい、でこのコンペとかも参加してたりなんかして、でご挨拶いただいたって。そうなんですね。企業展にブースで参加しているわけではないと思われたんですが、はい、コンテストの審査員で、審査員ですね、はい、これはもう立ち上げた人でもあるんで、私が、はい、当時水野浩二郎さんと僕でそのコンテスト立ち上げましたけれども、はい、その経緯があって改めて出直してきた。このブースコンテストというのは一体何が基準になってその良し悪しを決めるんですか？それは展示物のレイアウトもそうだし、はい、それだけ優れてもダメなんですね。接客応対、どんな会話をしてるかとか、はい、どんなパフォーマンスをしてるかとか、そういったことを判断します。5つぐらい項目があるんですけどね、はい、じゃあ普段のその店舗さんなら店舗さん、企業さんなら企業さんのその取り組みとはまた別に、その企業店での取り組みをコンテストされるという。そうです、ただ出てくるだけではダメよっていうことで、はい、いろいろちゃんと頑張って見せる、これ情報発信のスキルっていうのは非常に重要になってきます、はい、あのいいものだいいものだっていくら言ってもですね、それは判断するお客さんです。そういう意味では企業店に来るお客様に対してどれだけ的確な情報を発信できるかということをちゃんと質として問おうということが、その企画の意図で企業ブースコンテストっていうのは始まったんですね、はい、なるほど。確かに改めて言われてみれば、当然そこに来て初めてその企業さんの名前を知るという方もたくさんいらっしゃるわけですもんね、はい、その時のアピール力というのは重要ですよね。興味関心を引いてもらうために何をしなきゃいけないか、うん、今回ですと評価高かったのは左官業をやってる人がパフォーマンスをね、はい、見事に見せて、はい、これはかっこいいってことで表彰しました。それはその企業展の現場でその左官のテクニックを披露されたんですか？そうです、はい、おーすごいかっこいいですね。そうです、はい、はい、企業展のブースコンテストの審査員、そしてセミナーなども開催されていたと。そうです、かつてずっとですね、私自身が事例の紹介とか商品開発とか新しい、事業の進め方っていうのことを何度か講演でお話をさせていただいたりもしましたね、はい、ですから企業展は長年関わって裏方としてね、実行委員さんが若手の経営者やってますけども、そのアドバイザーみたいなような役割として
入ってたりしましたね。うん、実際にその企業さんに対してこういった企業展のようなところではこういう取り組みをした方がいい、こういうパフォーマンスをした方がいいってアドバイスされることもあるんですか？そのワークショップを立ち上げました、はい、コンテストと合わせてね、はいはい、いきなりあの評価だけしても、ね、どうしていいのかは実際わからないですから、はい、その見せ方をあの外部の講師もそういう展示会出展なんかのかつて国語代理店にいたような専門家を呼んできて、はいはい、合わせて講座に組み込んでやったりしましたね、うん、じゃあもう右も左もわからない中でいきなり評価されるということではなくて、ないんです、準備で、はい、全員参加してませんけれども志ある人はそういうのを受けてブースコンテストで優勝を取りに行くっていう、うん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 、そういう志を高めるっていうことね、はい、レベルアップをする、うん、どうしても行政がやると数呼んできて、はい、こんだけ出展してこんだけ人が来ました、はい、で終わっちゃうんですけども、はい、田島さんは結構優れているところがあって、そういったところにちゃんと時間と予算をかけてやるっていうことを取り組んでおられますね、はい、あ、なんか褒めていただいてすごく嬉しいです、はい、光栄です、ありがとうございます、はい、三輪さんは他にも先ほどちょっとお言葉が出ましたけどビジネスプランコンテストにも関わっていらっしゃるとお聞きしましたが、はい、プランコンテストは今年からですけれども、はいはい、私自身がその産業振興をやっていて、はい、今まちづくりなんかの地方創生にも関わっているので、そういうことを両方分かる審査員が欲しいって言われまして、はい、これはまあ市役所さんとは長らくの関係があるのでお声掛けがあって、ビジネスプランコンテストに今回はですね審査委員長としてですね、はい、参加をしました。今年からとおっしゃいましたよね。そうです、ビジネスプランコンテストは去年からありますけれども一人審査員が入れ替わったってことですね、はいはい、で審査委員長です、ね、ですか、はいはい、だからこういろいろ仕事を国の仕事で地方創生とかやっているので、はい、というのと、はい、ここからちょっとあんまり大きい声であんまりいないわけですけども、はい、地元の経営者さんたちはそれぞれ後押ししたい人いるじゃないですか、仲良しの方がね、はい、その綱引きが行われたわけです実際、はい、審査委員会の中、はい、審査の段階では、うん、そういう意味では私は中立な立場で望めるじゃないですか、はい、基本的に誰がとっても利害関係っていうのはそもそもない、うん、だから経営者さんは後押ししてることたち、それはあっていいんですよもちろん、はいはい、その PR も含めて聞き受けて、うん、はい、でもこういう人が取らなきゃいけないですよというようなことだとか、あとはまだ始まって間もないのでこのビジネスプランコンテストも、はい、基準は書面上はありますけども、はい、実際の陥りがちなのはビジネスプランコンテストと言っているのに夢物語、いわゆるドリームプランぶつけてくる人がいるわけです、はい、でドリームプランコンテストだったらいかにバラ色かっていうことで表彰すればいいんですけども、はい、多治見市の場合賞金がなんと3桁ですよ、はい、300万円200万円これはちゃんとですねビジネスプランが組み立てられている人に与えないとダメでしょというようなことはバッサリ言いました、はい、それをちょっと視点としてジャッジをしなきゃいけませんよ。私が全部あせこせって言ったわけではないんですけれども、はい、皆さん審査員の中の意見も伺いながら合意の下で1位2位という奨励賞というのを作ったんですけども、うん、そのやっぱり中立公平公正な立場の人が必要だったっていうことでしょうね、うん、これ僕がやりますって言ったわけじゃなくて、うん、市役所さんからそういうご依頼天の声があってですね、忠実な締め上としてやらせていただいたわけですよ、はい、ドリームプランではないということなんですけれども、はい、実際にじゃあ受賞された方というのはもう綿密なきちんとこうビジネスとして、進めていくためのプランを細かく、きちんと提示された方々ということですか。そうですね、ただね、うん、この書面上の事業計画とかこんな数字は作れちゃうんです、はい、だ実際に特に町のにぎわい、それは行列が作れる店ですか、そういうのを的確に実績としても示されたのでエリゼさんなんかが取ったわけですけれども、そこなんですよね、実態として伴っているか、あの行政の手続き申請は結構書面が揃っていれば通してしまう補助金とかいろいろあります、はい、でもそれは専門家というか
もう事業者が見れば一発でわかるんです。これはちょっと作った数字だとか、質問するまでもなく、で質問してそこでボロが出ると、ああはいそうですねっていうことになるんですけども、それはやはりドリームを否定してるわけではないですよ。これは現実の壁っていうのがあってですね、これをちゃんと乗り越えて、妄想は構想に変えないと計画に落とし込めないんです。妄想のままでは素敵な話、これ自己啓発セミナーだったらそれでもいいんです。行政が行って賞金を投資資金として投入してもらうわけですから、というところでのいわゆるビジネスプランコンテストとしての品格ですね、これをちょっと位置づけれればなっていうのが、私が審査員長になった以上は心がけたところですね。はい、新聞でも発表ありましたけれどもね、今後どういった展開を見せてくれるのか、受賞者の方々の活動が気になるところです。そして、多治見のイノベーション大賞の審査員と、もうこれはもう3年目になりますけれども、はいはい、これは商工会議所さんですね、多治見商工会議所さんがかねてからやっていらっしゃって、はい、多治見で従来陶磁器の町、陶磁器産業を否定してるわけではないですけども、陶磁産業の事業者さんでも新たな取り組み、業態転換をしたとか、客層を変えたとか、新商品を開発したとかいうことでイノベーションを起こしているっていう事業者さんを表彰しましょうということで審査を行っている賞があるんですけども、これは会議所さんの主催の事業としてもう長年行われていることですね。これも審査員依頼を受けて継続してやってます、はい、うん、やっぱりこちらもこう公平な立場からいろいろなことを見ながら審査ができるということが大きいんでしょうか。これ多治見の会議所さんと笠原の商工会さんと、はい、おられます。で審査員の方やはり事業者さんで、地元から出展した企業さんを取らせたいです。これ別に間違ってないですよ。そこの中でのやはり権限が砕くとね、先ほどねビジネスプランコンテストもイノベーション大賞の審査も結構権限が砕くと意見が飛ぶんです。私はイノベーション大賞の委員長ではないですけれども、その中で、まあ、ある意味冷静にね、それはこういうことではありませんかっていうようなことをね、ご意見は皆さん大先輩の年齢の方ばっかりですけども、はい、そういうことを役割としてになっています。はい、お住まいは名古屋ということでしたけれども、三輪さん本当に多治見にお仕事というよりはこう町づくりに深く関わっていらっしゃるという印象で、また来週再来週とお話を聞かせていただくのを楽しみにしております。お話を聞かせていただきましたのは、東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー三輪智夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。